はい、Let's learn Japanese from zero。 これは私たちのプロジェクトです。100時間一緒に私とアルマンドさんが日本語をインプットするというプロジェクトのね、第62回目です。じゃあ今日の2つ目はことにするつもりを勉強します。はい、じゃあアルマンドさん、ことにする知ってる？知らない。あ、知らない、分かった。じゃあことにするで文をみんな作ってみて。作ったことがある人、使ったことがある人、その間に私とアルマンドさんはこれを勉強する。はい、ことって何ですか？こと、thing、yeah。そうだよね。はい。で、覚えてるかな？にする、になる。勉強したよね。にする、okay。 になる。何ですか？にする is to make and になる is to become。 become。 そうだよね。そう、transitional。何かが違うものになるんだよね。つまり、もともとのプラン何もない、これからプランができる。はい、でじゃあプラン計画の、ね、OKOK、okay。 okay。 うん、はい、でことにするっていうのは、はい、OK、 日本語だとちょっと難しいから英語で言うけどSo there's nothing, like in the beginning you have nothing to do, and you're gonna make a plan. And when you make a plan, you know, sometimes people probably say like make a thing, you know, make a thing. So let's make a thing. Okay. That's exactly ことにする means. Yeah, we're gonna make a thing. ことにする。 Okay, let's make a thing. はい。Oh. Yeah. I think I can see it. Okay. Yes, yes, yes. So, yeah. Mm. 日曜日、暇だね、アルマンドさん。どうする、どうする、どうする、Let's make a thing だよ。はい、じゃあ、カラオケに行くことにしよう。Okay, okay. わかりました。いいですか？ことは thing、noun です。だから、ことにつなげるためには、そのまま、あのインフィニティブを使ってください。はい、カラオケに行くことにする。OK。はい。はい、皆さん、週末暇です。どうしますか？どうしますか？どうしますか？はい、Let's make a thing。アルマンドさん、週末どうしますか？週末に初めてカラオケに行くこと。アルマンドさんもカラオケに行く。はい。Never, never, never. はい、じゃあ、In my shower only. アレックスさんは何て言ってる？アレックスさんは？アレックスさんのね、もうちょっと上に行っちゃったな。料理、はい。アレックスさん、料理のことにしましょう。ね、料理をことにできないから、料理とことをつなげるためにね、料理することにするね。はい、料理することにする。作る wouldn't also work？ もちろん料理作るでもいいよ。料理を作ることにする。はい、アルマンドさん、作るはバーブですね。オブジェクトがいりますね。だから料理を作るになります。はい、料理を作る、transitive ね。でも料理する、well, this can be just be a intransitive. That's why no object, no or particle. はい、いいですよ。じゃあジェシーさん、なんて言ってますか？週末は買い物するに、買い物することにします。はい、ことにする。週末は買い物することにする。いいアイディアですね、ジェシーさん。はい、リアさん、なんて言ってますか？週末は？週末はうちの掃除？掃除をします。あのね、みんなのコメントがいい感じの練習になる。I'm receiving kanji lessons as well. ありがとう。掃除は覚えてください。掃除ですよ、ルマンドさん。掃除。はい、覚えてくださいよ。掃除。はい。家の掃除をする
ことにする。いいですか？インフィニティブを作ってください。家の掃除をすることにする。はい。じゃあ、はい。ワーマンさん、なんて言ってますか？ OK。ワーマンさん、バーブがいります。バーブ。You're gonna need a verb. For example, practice. For example, study. はい。頑張って。頑張って足して。はい。はい、アルモンドさん、はい。何がいる？日本語。日本語を、oh, Do you want me to、mm-hmm. Well, I would help Wawa then. はい。Nice. 助けてあげて。はい。日本語を勉強すること。いいでしょう。ほら、勉強することにする。はい、いいですか？こととバーブインフィニティブね。はい、バーブインフィニティブ。はい、書いとこう。Make a things ですよ。はい、バーブインフィニティブことにする。はい、あのね、だいたいね、その make a things ですから、その決めたよっていう感じね。はい、決めたよ、今ことにするだからね。ことにする、プレゼンテンスでしょ。今、はい、ことにします。I've just determined. 今決めたっていう感じがします。じゃあ、if you already decided, how can you say?はい、例えばカラオケに行くことにする。You already decided this. How can you say? カラオケに行くことにした。もちろん、はい、過去形でもいいです。カラオケに行くことにしたでもいいです。でもね、よく今の状態を説明するときはね、行くことにしています。あ、週末はカラオケに行くことにしています。OK、じゃあ例えば聞いてください。週末どうするか私に。週末どうする先生。そうだね。週末はアルマンドさんと一緒にストリーミングをする。If I say this, it's I've just decided. Because it's future, present tense. But if I say, そうだね。週末はアルマンドさんとストリーミングをすることにしています。You know?I've been doing it. Continuous action, which is the one of the tail form. Right. So, you know, しています sounds like continuing, and it's already been made that arrangement.、はい、it means that you always do it like. そうですね。はい。いいですか？じゃあ、if I already arranged, it's a thing already.Then we also use this word, つもり。はい。つもりというのは noun です。知ってるつもり。はい。Plan. OK。じゃあ、つもりでみんな文を作って。はい。作って。じゃあ、その間に。じゃあ、私はアルマンドさんに聞きましょう。はい。アルマンドさん、11月は何をするつもりですか？11月は何をするつもりですか？11月、たくさん日本語を勉強するつもりです。はい、いいですね。たくさん。はい、つもりという言葉ね。Already means intent. It's more than intention.You already made something. It's intent. Right. Mm-hmm. So, okay. さっきのと比べて、yes. はい。あ、カラオケに行くことにします。あ、日本語を勉強することにします。You know how you feel? It's just been made. It's present tense. Or, So it's the same. No, no, no. The fact, like around here is the same.But what they are expressing is slightly different, right? はい、いいですか？たくさん日本語勉強するつもりです。If you say this, you already been determined to do. はい、because it's intent, it's already made. うん。はい、ジェシーさんはどうするつもりですか、アルマンドさん。はい。うん。いい質問ですね。こうその感じは難しいです。
もっとラを食べるつもりです。I'm guessing ramen. I'm guessing ramen. Vegetables. No. Next time. I will get it next time. に漢字はないで Yes, すよ。sir. 漢字あるけどね、使わないな、漢字。野菜です。はい。ジェシーさんはもっと野菜を食べるつもりです。はい。じゃあどうですか？ワンワンさんはどうするつもりですか？10月にどうするつもりですか？10月にはい。ワンワンさん said 10月インドネシアへ帰るつもりです。そうだね。インドネシアへ帰るんだインね。ドネシア。もう帰ってこないの？日本に。どうかな？ No, no. I did, わかりませんでした。すみません。また日本に帰ってくるのかな？わかんないね。ちょっとね、文化だけではわかんないけど。はい。ラーメンね、漢字がないっていうかね、もちろんチャイニーズフードのラーメンの漢字はあるんだけど、日本のね、ラーメンと中国のラーメンちょっと違うでしょ。だからね、使わないね。カタカナを使いますね。はい。じゃあ、いいですか？ことにするとつもりの違い分かりましたか？アルマンドさん。If you just determined, it's just ことにする。But if you already made, usually you can say つもり。Okay, another one you Okay. also can say is volitional because that's your feeling. Okay, how different? じゃあ、volitional で、インドネシアに帰るつもりです。ボリシュナルにしてください。はい。I would say インドネシアに帰ろうと思います。はい、いいですよ。インドネシアに帰ろうと思帰いろうます。と思います。はい。みんな言ってること同じでしょ？ plan to do でしょ？でも、いつ決めた？いつ決まった？どんな気持ち？全然違うよね。ことにする。今決めた。つもり、もう決まってる。はい。じゃあ、ボリシュナル何ですか？ボリシュナルはね、kind of intention だね。つもりの前。インテントの前のインテンションですね。はい。I feel like doing it. So, If you say, インドネシアに帰ろうと思います。Probably you think, okay, this person hasn't bought the ticket yet. So, もし、ワンワンさんがチケット買ってたら、多分、ワンワンさん would say, インドネシアに帰るつもりです。もう、you know, there's already made a plan. そうなんです、ジェシーさん。はい。全然違う。レベルが違うのね。OK。じゃあ、並べますよ。並べます。はい。1番、もう決まってる。いろいろ決めたし。もうレンタカーも借りました。もうチケットも取ってあります。もうもちろん休みも取ってあります。はい。これがつもりですよ。つもりね。はい。じゃあ、ことにするっていうのは、はい。make a things。はい。決めるんだね。ことにするんだよ。でも、その前にね。I feel like, インドネシア帰りたいな。お母さんのご飯そろそろ食べたいな。feeling like doing it がありますね。はい。これが、ボリショナル。選択できない。待って。選択できない。OK。はい。ここね。ボリショナル、ここね。で、これよりももっともっと、はい。ソフトな感じ。はい。これが just aspiration。インドネシア帰りたい。はい。レベルがね、どん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 上がっていくんだよね。はい。インドネシア帰りたいよ。で、言うんだよね。インドネシアに帰ろうと思います。So, you kind of make them already like decision, but you haven't committed anything yet. Then, Steak. when you commit, then, はい、帰ることにします。部長、休みをください。決めた。決めた。はい。そしたら、10月どうするの、ママンさん。インドネシアに帰るつもりです。になりますね。というわけで、ことにするつもりを今日は勉強しました。は
はい、じゃあね、最後にことにする、はい、トランジションだって言いましたよね。いいですか？にする、になる。いつもペアでしょ？じゃあ、例えば、インドネシアに帰るつもりです。私が言ったら、はい、になるを使って、文を作って。It's the first time. Okay. インドネシアに行くことに そうだよ、なそうだる。よ。はい、インドネシアに I guess. 帰ることになりました。はい、これよく使います、日本人。インドネシアに帰ることになりました。This is intransitive sentence, that's why no subject, right? But it's obvious who made, you made. Right. Does it means that you didn't wanna come back to Indonesia and now No, you it's want? nothing, nothing. That part nothing tells. インドネシアに帰ることになりました。You are just announcing the fact you're going back to Indonesia. But if you say instead of インドネシアに帰ることにします、帰るつもりです、インドネシアに帰ろうと思います。If you say 帰ることになりました、This can imply the third person's decision because you didn't disclose the subject who made this decision. 誰が決めたの？もし私が決めたらこう言うよね。インドネシアに帰ることにします。インドネシアに帰ろうと思います。 Exactly my feeling. 帰ろうと思います。インドネシアに帰るつもりです。 That's my intent.But if I say インドネシアに帰ることになりました、 It sounds like you are not involving this sentence, obviously, because subject is that ことになった。 That things happened. So that's why this sentence can be taken as okay, that might be the family's matter or like some pressure. それが、はい、intransitive とトランジティブの便利なところだね。はい、そうね。サム、お母さんに帰ってこいって言われたかもしれない。そう、その通りですね、ジェシーさん。ことになりはい。ました。ことになりました。はい。ことにする。ことになる。はい。ただのイントランジティブのペアですから、どっちも使えるように、もちろん、ね、いつも一緒に練習してくれる皆さんはなっていると思います。OK! じゃあ今日の2つ目ことにするはここまで。